出雲ドームは日本初の木造ドームである大規模木造建築物とは建築基準法6条1項2号と3号に定める大規模建築物の一種である。具体的には木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの。省略して大規模木造とも呼ばれる。高さが13メートルを超える剣高が9メートルを超える回数が3以上。 延べ面積が500平方メートルを超える天然の木材を大規模な建築物の主要構造部分に使用するには複数の問題が存在する。大規模な木造建築では鉄やコンクリートと同様に正確な構造計算、強度計算が必要となるが天然の木材は材料として均一でないため計算が難しい。天然の木材の性能はそれぞれ異なるため 構造材としての性能を破壊せず正確に測定するのは難しい。蒸気の問題を工学的な手法によって強度性能を保証する工程を経た木質建材エンジニアリングウッドを用いて解消し適切な構造計算、強度計算を可能にする。エンジニアリングウッドにより天然の木材では実現できなかった精度と品質で自由度の高い設計が可能になった。 ただし国産材を利用する場合、構造用修正材を製造できるメーカーが限られ、輸送及び製造コストが非常に高くつくため、補助金利用が可能な場合に限られる。今後は、北米で開発されたクロスラミネーティッドティンバー、大規模木造建築への導入が期待されており、そのための法整備が進み、実際のオーバンパネルも国内で開発され、少しずつ利用も始まっている。 材料の知識がありかつ木質系の構造計算ができる設計士が非常に少ないことが課題である。大規模木造建築物の広報は複数存在し建物の規模や特性に応じて広報を選択する。木質に方向ラーメン構造サミット HR 広報サミット SJ 広報サミットアワーズ広報門型ラーメン広報 HS トラス広報ありがとうございます。